はい、それではメタルギアライジングの続きをやっていきたいと思います。今回は、前回で集めた VR ミッションをやっていきたいと思います。前回のなんだっけ、なんとかモードの、チュートリアルですね。これをやっていきたいと思います。ナンバー11が抜けてますね。どっかで取りこぼしちゃったみたいですね。はい、エネルギーゲージが満タンの時、L3 と R3 を同乗して切ることを楽しむ自分を解放するリッパーモードが使えますと。リッパーモードを発動すると、斬撃モードで切断していた敵を弱攻撃や強攻撃でも切断できるようになります。一撃で倒すことができるようになると。あ、そういえばなんだっけ、ユニークウェポンでサイを買ってみますと。電池がゼロになるか、もう一度同じ行動で元の雷電に戻りますと。はい、それではなんだっけ、これ三角だ、サイの投げつけた。なるほど、まだスキルはね売ってなかったんで何があるのかわかんない。とりあえず投げてみようかな。おお、自分で近づいていって攻撃すると。おお、空中。おお、なるほど、強襲用の攻撃なんですね。じゃあリッパーモード使ってみようかな。うはははは。おお、短い、すごく短いですね。なるほど、ゲージを貯めて、そしてリッパーモード。あ、そっかそっか、強攻撃、今このサイでしたね。しまった、間違えちゃった。リッパーモード中は攻撃力も飛躍的に上昇するため、敵の特殊装甲を簡単に破壊しても切断が可能な状態にできますと。なるほど、一時的に攻撃力や破壊能力は上がると。おお、来ないで来ないで。リッパーモードを発動して弱攻撃、敵のガードも弾けるのかな。おお、確かにすぐ切るって出ましたね。なぜか敵はビリビリって。これあれか、あれ関係ないかな。あ、これはエネルギーゲージが、あ、なるほど、こうしばらく経つとこのサインのエネルギーが完了してビリビリできる。ああ、なるほど、1対1で強そうですね、この時は。なるほど、うん、これがリッパーモード。ちょっとエネルギーの消費量が大きいですね。攻撃力上がるところを利用してボス戦でも活用できるかな。普段は使えないエネルギーをリッパーモードに割くということもできそうですね。それでは、次は VR ミッション008、忍者キルで敵を全滅、50秒以内。はい、何人いるのかな。とりあえずこういうのはダッシュで近づいていって忍者キル。おっ、早速トラップに引っかかってしまう。なるほど、そのままではいけない。じゃあね、あ、そうだ、いや待てよ、これ投げつけるとどうなるのかな。あ、ダメか。やっぱり刺さった瞬間にバレちゃうんですね。じゃあ、今はユニークウェポンを装備しちゃってるから電光石火できないから、いつも通りスラッと、あ、ちょっと遅いかも、見つかっちゃいますね。一番最初にエネルギー使った方がいいかな。多分こういうのはね、特
殊な移動をしなくても余裕でファースト取れるようになってると思うんで、おっと、なんか、あ、もしかして、あ、見つかっちゃった。どうも、前から何かちょっとおかしいなとは思ってたんだけど、これは、私の使っているコントローラーが、ね、自動的に上に上がっていってますね。軸がよれちゃってるのかな。ぐるぐる回転させれば元に戻るかも。お、戻ってないと残念ですね。ちょっとコントローラーが怪しい。うん、でもコントローラー結構高いんですよね今ね。5000円以上するんでなかなか。これは切らない。そのまま、あ、見つかっちゃいますか。うん、じゃあ切るふりしてちょっと後ろに下がって逃げましょう。斬撃モード中は L3 押し込みで逃げることがで、あれ、あ、できないんだ。普段の斬撃モードとは違うんですね、忍者キル状態は。面白いですね。構えている状態で L3 押し込みでいわゆる、ね、移動ができるんですけど、こんな感じで、でこう振り向いたり移動することができると。うん、でも忍者キルだとちょっと効かないのかな。これで後ろにね、後ずさりすればいいかなーって思ったけど。じゃあ普通にいけないかな。切って逃げられない。見つかっちゃいますねダメか。こういう VR ミッションやるときはユニークエポン外してくればよかったですね。ちょっと前にカスタマイズ入ったときにそのままセーブが残っちゃったりです。じゃあこっち行ってみましょう。これでとりあえずいる人はやっつける。あ、こんなことやってる場合じゃないんですよね。これ時間経っちゃうんだよ。ダメだね。おっと、とりあえず普通にやって50秒以内にクリアできるかやってみましょう。これはよし、これどうなんだろう。 L ボタン押さない方が早くいけるのか。いや遅いな、やっぱり明らかに構えた方がいいですね。そしてえい、最初に見つけてくれたこの人をやっつけて、50秒経っちゃいましたね。これじゃあダメだ。普通にやっても多分ファーストは取れると思うんで、そのルートを探してみましょう。まずはこの人をやっつけて、ん？ちょっと早いですね出てくるのは。こうやって、いや間違えちゃった。なぜ今三角ボタンを押してしまったのか。結構あのただのジャンプだといわゆる空中忍者キルができないので、どうしようか。ちょっと無理があるかな。やっぱり早く移動する方がいいのかな。忍者なんでなんとかできないことはないと思うんですけど。あ、これやった後に戻るのかな。いや、なことないよね。だって帰ってくるからね。ダメだね。一番最初の人を
自由切断で切れないかな。あ、待ってっちゃった。急いで連打すると、スライディングをキャンセルして、三角攻撃が出てしまうと。気をつけなきゃいけないですね。ほい。ほい。ここで。あ、ダメですね。ちょっと、遠いかな。遠いじゃなくて、近すぎたかな。もう一回チャレンジ。ほい。ほい。これ。あれ？ちょっとダメかな。結構。エネルギー使わないと、案外早いですね、動きが。さて、どうしよっかな。もっとギリギリまで速くなれば。ダメですね。まあ、こっちはじゃあ、諦めましょう。そして近寄って、あ、向こう側からもバレてしまっているな。あ、みんな来るんだ。へえ、怪しい時はこう連携して追ってくるんですね。面白い。別に、あ、これも何かサイボーグ同士の連携みたいな、 MGS4 のソップシステムみたいな感じなんでしょうか。ここはちょっと様子を見て、ここら辺はちょうどつなぎがいいですね。そしてこっち、そしてこちら。あ、ダメだ。最後の一人はもう振り返っちゃってるから、やっぱり最初のこの一番最初背を向けてるキャラクターを倒しておけると早く終わりそうですけど、これがまあ今の装備だと間に合わないんで普通に行きましょう。あ、動きがだいぶコントローラーが、あ、そっかそっか、ダメですね。忍者キルじゃなくてコアを狙って撃つだけでも時間が経っちゃうと。気をつけないと。これで時間の流れを素早く通常に戻して、後ろから忍者キル。どうしようかな、これ。倒す順番をこのルートではなく真ん中から先に行った方がいいかもしれませんね。で、後ろが取れるようにこっちから行きましょう。間に合うかな？間に合いますね。そして終わり。ちょっとちゃんと解除すればよかったかな。危なかったですね。ギリギリかな。よかったよかった。はい、結構システム的にタイムを短縮していくのは難しそうですね。お、アンロックと、特殊作戦用擬態赤、カラーを変えられるのかな、ライデンの。次、ゴールポイントに到達20秒以内。早いですね。こういうのはでも単純なので、ルートを見つけてガンガン行きましょう。お、なかなか立体的な構造。とりあえずゴールに走ってみましょう。おお、なるほど、邪魔が入ってくる。しかしここは忍者だ。
お、痛い。なるほど。敵同士をこう壁みたいに行った。もう20秒過ぎてますね。早いな。一回もダウンさせられないようにしないとダメなのか。なるほど。一番最初に手叩きしてるあの目が気になるな。おっとダメだったか。やり直し。そしてあ、早いな、打ってくるんだ。結構ランダムなのかな。ちょっと内寄りからこう角度をつけて移動してみましょう。内側から、うん壁からの爆風でダメージを受けてしまうな。とりあえずもう一回さあ。内側に寄りすぎた。結構このゲームは壁にカメラが埋まらないので、壁近くだとカメラの操作難しいんですよね。こうやってジャンプ、まあ、いいですね。ジャンプアクションを自分で使って移動していく。さあ次はどうしようかな。これはこのロケラン兵をかわして、あ、もう20秒経っちゃった。俺は明らかに間に合いませんね。じゃあちょっと気になる彼をやっつけに行きましょう。何かアイテムが、あ、これは電磁グレネード。なるほど。これを使って敵の攻撃をこう回避しながら気づかれない。素晴らしいですよ。おっと届かないかな。どこ行くの？いて。あかんあかん。ほい。普通に戦ってるじゃん。ダメです。まあとりあえずここはリスタートして。どうやら電池グレネードを使って。なんかうまいことやろうみたいな感じなのかな。最初から一個も持ってないから、なぜか上がれない。なぜか上がれない壁。中途半端に来てしまった。ダメですね。こっちじゃないと登れない。彼も何かアイテムを落とす。やっぱグレネード。ヒューとさ。あ、ちょっと。なんかやっぱりおかしい。いて。ここは電磁グレネードを食らわせて。これで忍者キルできればいいんだけど。なんか挙動が怪しいぞ、さっきから。彼らを倒すと何が手に入るかな。ああ、普通の電池ですね。電池。あ、そういえばこの L2 押しっぱなしだとこう正確に狙えるんですけど、あれ
解除、解除どうす、あ、解除は普通にさ、すごい。これを L2 をちょこちょんと押すと普通に投げるんですよね。これ、これに気づくまでなかなか時間。おっ、隠し扉、なんか色がねおかしいなと思ってたんですけどね、さっき。なるほど、隠し扉を守ってる小劇子さんたちが、隠し室の中にも敵がいる。なるほど、痛い、あの隠し通路通ればもう一本道じゃないですか。なるほど、隠し通路を通っていくルート。なんじゃあ何のために電池グレネードあったんだろう。痛い、ちょっと。いやでもこれ結構時間ギリギリかもな。はい、では頑張ってみましょう。ジャンプ、そして適当に切り裂いて、ちょっとさすがに正面から厳しいかな。ロケットランチャーの餌食になっちゃいますね。いでででで、かといって電磁グレネードを取っていってる暇はない感じがしますね。こっからジャンプは届かない。はい、ジャンプ。あ、上の小月光さんたちをシュー、ダメか。あ、いや、ないか。こういうのってこれで見らんないかな。見らんないですね。一応行って。なんかグネグネ曲がってきましたね。誘導弾だったのかな。初めて知りました、あれ。それじゃあ、まあとりあえず、なんか撃ってくるタイミングがわからないな。とりあえずあれを避けて通路に入って、通路をなんとかこうロケランを食らわないように行きたいですね。ジャンプで避けられるか、ちょっとこれ気に裂くのが。あ、いいよ、これが我が逃走経路だ。痛い、痛い。あ、もう20秒経っちゃった。やっぱりグレネード必要かな。でも構えてる時間はないんですよね、どう見ても。敵を倒してる時間もないし、素直に避けるしかない感じがします。これちょっと早くいけないかな。これダメージを受けて、あ、そっか、攻防一体とかで避ければいいのかな。なるほど、結構ファースト取るのも楽じゃないですね。左の方はなんかちょっと怪しいかな。案外右の方に集中させといて、左の方に実は隠し通路がもう一個あるみたいな。そんなんだったらどうしよう。とりあえず調べてみましょうね。切れるところは青く引く。これこのグラートさんをこう、はい、出て出て、ダメだ、さすがにこれを相手にしてる時間はないでしょう。こうこう切り裂いて、すげえところを追ってきて、どこまで追ってきてるんだ。はい、さらに、ほい、あー、やっぱタイミングがちょっとずれるかな。打ってくるタイミングがちょっと、あ、邪魔だ。次
せっかくいけそうなのに。あ、焦げっこに邪魔されなければいけそうかな。気になる出っ張りとかもあるんですけどね。とりあえずここで奥から行ってみる。ちょっと遅いな。ああ、暴発しちゃった。ほい、ああ、壁に当たってしまった。間に合わない。ちょっと出っ張ってる何かあるのかな。気になるけど、調べておくべきか。ほい、あ、食らっちゃったからいいや。じゃあ調べましょう。あの上の方で。これ行って、かといってここまで登ってきてる時点でもう時間がなさいな、ないような気もしますけど、特に何もないと。あ、ロケットランチャー切っていけないよね。忍者ラン中のダッシュ切りでもロケットランチャーを撃ち落とせないと。このサイを使ってみましょうか。敵にこうぶっ刺してその反動で近づくみたいな。ダメかな。どんぐらい距離がいけるのか。あ、結構伸びるな。ちょっとどこを録音してるんですか。ちょっとこれは使い物にならないと。投げてる時間がもったいないですね。いやー、苦戦するな。早く上に登れる方法とかないかな。ほい、撃ってくるタイミングがちょっとわからない。まずは、ダメですね。ちょっと敵の方に寄ってっちゃうな。ロックオンが効いて得意げなスライディングが効きません。ジャンプ、いいですね。そしてこれを切り裂いてジャンプ、ジャンプ。あーっと、あえて敵の内側に行った方がいいのかな。焦げっこがちょうどよく配置されてるんですよね。なかなか先を読まれてる感じかな。ジャンプ、そして切り裂いてジャンプ。あー、ちょっと遅らされて撃たれてしまいましたね。あー、ダメだ、遅い。真ん中のやつが先に撃ってきましたね。いつもは右端のやつが撃ってると思うんだけど、結構ランダム性なのかな。やっぱり右から撃ちますよね。なかなかラインによって変わるんだ。あ、そして、あ、くそ、絶対ここにいるな。そして敵にリロードされてしまう。あの焦げっこをなんとかしないとダメかな。うまくロックオンできれば上り飛び蹴りでうまく排除できるかも。
ちょっとダメだな難しいですね、ロックオンするの。やはり電子グレネード持っていくのはちょっと遅いですよね。なんといっても切って爆発するまでの間を待ってられない感じです。これはなるべく回避して、ちょっといい感じだったけど間に合うかな。お、ちょっとどこを録音してるんだ。危なかった。多分20切れたんじゃないですか。かなりグダグダだったけど、わー、なんとかギリギリですね。もうだいぶ、もう30分ぐらい VR ミッションやっちゃってるかな。なかなか手強いですね。あとはあと2つなんとか行きたいですね。残脱で敵を全滅、1分20秒以内。ここはサクッと決めたいところですね。おっと、2人だけ2人だけだったら1分20秒ってかかんないと思うけど、近づいて残脱。ちょっとコントローラーがやっぱりダメかな。やっぱり追加されますね。切れない。あ、ちょっと、ちょっと、これ残脱見せたらその場で終わりかな。次は、こっち。ほい。ちょっと浮いてくな、やっぱり。まずい。コントローラーをなんとかしないと。よかった。切れた。まだいるのか。ちょっとこっちの方に出てくるよね、やっぱり。雰囲気的に。あと、切れないと。そして、ミッションフィールド。うまく残脱ができないと。そっか。結構、コントローラーに遊びの範囲がかなりシビアなんです。あっという間にこう距離が動いてしまうというか、左スティックの方が問題だから右スティックの方はまだ大丈夫だと思います。ちょびっとだけこう下げる感じで、本当はこっちで残脱。残脱してる時にカメラを回せると、おっとしまう。あ、なるほど、ジャンプ切りで短縮できるかも。あれ、あ、出てきてる。ちょっと早すぎると処理が追いつかないと。おっと、危ない。多分下に落ちたら上がってこれなくなるじゃない。おっと、危ない。何回か切れるからいいかな。今度はこっち。ほい、まだ出るかな。もうあと10。落ちちゃったぞ。おお、よかった残脱空中出ると落ちてしまうことがあるんですね。なるほど、ラッキーでしたね。なんとか早めにクリアできました。次は、ナンバー11は取り逃しちゃってるんで、また後でと。与えられたサブウェポンで敵を全滅。2分30秒以内。結構かかりますね。でも、もはや L2 超押しを覚えたと思ったら、なんという強そうな敵が出てくると。なるほど。こういうので、破壊しようと。動いてるだと。よしよし。そしてゲット。ほい。キャンセルが効かないんですよね。もうどんどん打つしかない。効いてるのかなん
鉄鋼さんがなかなか硬い。あ、やっつけられた。でもこれはまだまだありますね。はい、どんどん打っていきましょう。おっとっと、落ちるところです。あ、もう出てたのか。あ、違う、これは、あー、なるほど、スライダーだけが破壊されてたんですね。なるほど。どこ見てんの、ちょっと真正面見てくんないと。え、あ、下にいるのか、もしかして。いや、そんなことないか。なんだったの今の地点。これは調押しでなんとかなるかな。あ、一応、ね、狙ってくれるんですね。じゃあこの調押しを使って、この調押しはあの持ち直すモーションがないので早いんですよ。ちょっとそこ見てんの。ちゃんと録音して、録音できてないんだけど、これ録音できないのかな。今までなんでじゃあ当たってたの。そっちの方向向いて打てば大体ホーミングするんですかね。適当なとこ打ってるけど当たってるの。ああ、当たってるみたいですね。結構適当に L2 を押しとけばなことない。あ、うん、仕様がわからない。狙ってる時もあれば狙ってない時もあるし、わかんないですね。一旦正式に構えてロックオンしたら、そんなことないか。うん、ロックオンできてないよね。うん、一回でも当てればいいのかな。あー、あと外れちゃう。なかなかシステムがいまいち分かってない。そしてあれ、当たってない。当たったらあとは調押して、あ、そうみたいですね。一回でも当てればこう自動的にロックオンと。なるほど、システムが分かったところで再挑戦。飛んでるのがまず外側の飛行機部分が壊れてると。はい、打ってそしてドーン。ダメかな。まずはロックオンして、当たらないですね。当たった。そしたら打つ。面白いというか、かなり不思議なシステムですね。一発当てないとロックもしてくれないっていう。よし、あのザンっていうのが出たら倒した状態になるのかな。もう1分経っちゃってる。あ、いるんじゃない、あそこに。あれ、あー、角度的にダメでしたね。ちょっと上の方から狙わないと。これは難しそうだな。なんとかあと最低でも10分ぐらいにはクリアしないと動画が長くなりすぎちゃうと。最初からサブウェポンがこれだったらいいんだけど、あ、それも本編でこうセーブしておけば早くできるのかな。なかなか複雑ですね。残った兵士さんも、あ、ちょっと低めに打っちゃった。あ、当たった。よしよし。そして、OK。ロックが入ったら、あとは、打ちっぱなしでいきましょう。あれ？あ、倒したんだ。なるほど。え、まだいた。
ダメじゃん。次はどこから出てくるのかな。とりあえず真正面を向いといて、おっと、いいですね。そして次に出てくるキャラクターもやっつけると。あれ、また変なところ向いてる。次は月光の大群ですね。とりあえず一点集中。あ、当たった。関係ない結果だと。よしよし、なるべく拾いながらの方がいいかな。おっと、一瞬光った時はもう倒したっていう感じだった。案外早く補充されました。流れ作業で打って、なおかつ新しく拾う。同時に倒してた。あ、これはちょっと無理そうですね。こっち側を向いて、ストーン。当たるかな。当たった。あとはガンガンしましょう。間に合わないと。2分30秒かかっちゃいましたね。しかもこの後まだいるかもしれない敵が。拾って装備、そして撃つと。撃つ撃つ。よく当たってくれてないかな。なんか何発か撃ってるはずなんですけど。よしよし、あとはロックオンしたので撃って撃って撃ちまくと。よしよし、出てきたところを狙っていきます。まだ行きます。行ってますね。結構あのスライダー乗りが、また下を向いてるな。この下に何かあるんでしょうかね。これも倒す順番ありそうだな。やっぱり構えてない方が早く回転率がいい。あ、これは引っかかってくれてるのかな。爆発してる。結構結構追ってきますね。この調子で撃っていきましょう。よしよし、一度捉えたら補充しつつ L2 チョンをしてこうどんどん撃っていく。何発当たってるかちょっと分かりづらいのがきついかな。ちゃんと数えとけばいいんですけどね、当たった分。そしてあと1体。とりあえず当たったらあとはもう流れ作業。あれ、1体とりあえず撃っておきましょう。よしよし、おお、危ない。爆発するまで時間があるから間に合わないかと思いました。ふう、なんとかファーストですね。よかった。 VR ミッション系は結構時間かかっちゃいますね。本編だと区切りがいいとこで切ればいいんだけど。
はい、ではそんな感じで、リッパーモードをチュートリアルを受けて、あとは VR ミッション4つぐらいクリアできましたね。では続きはまた本編へ、次は何だっけな、 R04 の案件かな。ではまた次回よろしくお願いします。ということで今回ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。